今回は裏プロとして現役時代に20年間無敗の桜井翔一さんのお店ジャンキリュー道場パイの音で売った半ちゃんを22分ノーカットでお話ししながらお送りします。一半ちゃん目はペーチャスタートでドラが3品です。牌を取り出す時は4枚ずつ確認しながら手牌の構成やその曲のテーマを考えます。パイの音での最初の方の半ちゃんでは第1打ち牌切りのペナルティをしてしまうこともあったのですが、親切に教えていただき後半は慣れてきて、この対局では22分で打ち切ることができました。ジャンキ流では半ちゃんに時間制限が設けられていて22分で打ち切り終了となります。ゲームスタートと同時に同乗生の方がタイマーにスイッチを入れます。伸ばして待たない。あ、わかりました。確実。丸くした。これはまっすぐ伸びるべき。右に入れる。柔らかく。手牌や打牌進行に関する解説の動画は前回の動画で出しています。概要欄にリンクがありますので、よければそちらもご覧ください。右手前の黒いシャツを着ているのが私、堀内です。画面の左奥と真ん中で打っている方が同乗生で、ジャンキ流の青い T シャツを着ています。左手前はお店のスタッフの方です。平日の早い時間帯は卓が立たないこともあるようなのですが、前日に電話をして遊びに行くことを伝えたら、お店の方が人を集めて卓を立ててくださいました。パイの音の町田店は駅から300メートルほどの場所にあります。線路沿いにあるビルの1階にあって、すぐに見つけることができました。パイの音に入り初めてであることを告げると、お店の方が丁寧にルール説明をしてくれました。一通りルール説明を聞いた後に姿勢や牌の切り方を教えてもらいました。体験卓は半ちゃん1回400円で、ゲーム代は後払いです。パイの音で使われている全自動麻雀卓は、卓の中央から牌を入れる円形の昇降式で、スパイダーハッシュという全自動麻雀卓の旧型だと思われます。卓には10リーダーがついておらず、羅車が擦り切れていて年季が入っています。全国各地からたくさんの人が訪れ、この卓で何万半ちゃんもの対局が行われたであろうことが伺えます。手牌は3色とドラの受け入れがあるカンウーピンの天牌です。5200です。対面がつもぎったウーピンをロン、タンヤオイペイコアガで5200点の上がりです。続いてポン2曲、シャーチャ、ドラが1万になります。全自動卓で牌をセットする時の音が大きかったので、セットするところだけは音量を調整しました。ジャンキ流を知らない方のために、ルールや所作など道場で教わったことを説明させていただきます。ジャンキ流とは麻雀のルールや打ち方を通して人としてのあり方や生き方を問う哲学でもあります。基本的な考えは、他人に迷惑をかけず自分勝手な振る舞いをなくす努力をしていくというものです。ジャンキ流では展望の勝ち負けよりも取り組む姿勢や心構えから始めます。ジャンキ会のホームページによりますと、麻雀道場パイの音がオープンしたのが1991年で、桜井翔一会長が、みんながあまり麻雀を知らないんでちょっと教えてやろうかと思ってと周りにいた者に声をかけたのがジャンキ会の始まりだそうです。同年9月10日に記念すべき第1期ジャンキ会リーグの開幕戦が行われました。第1期は桜井会長自ら出場し、優勝して以後は参加していないそうです。ジャンキ会に入るには道場に通い、あらゆるイベントで積極的に参加し、桜井会長や他の選手たちにその存在力を見てもらって初めて資格を得ることができます。麻雀が打てる打てないはそれほど問題ではなく、どれほどいろいろなことに一生懸命になれたかが重要視されます。ジャンキ会出身の著名人では、日本プロ麻雀連盟副会長の伊藤裕光さん、最高位戦日本プロ麻雀協会の土田浩翔さん最高位戦日本プロ麻雀協会の土田浩翔さん、馬場博一さん、サイバーエージェント社長の藤田進さん、衝撃師の鈴木大輔さん、格闘技ライタードロップキック編集長のジャンツ斉藤さんがいらっしゃいます。ジャンキ流麻雀は様々な制約があり、マナーは厳しくなっています。発声をしっかり元気よく行うこと、正しい捨て牌の位置を覚えること、牌の積もり方や切り方、基本動作、基本姿勢を覚えること、準備をしっかり行ってリズムよく打つこと、簡単に降りたりせず努力と工夫を入れて打つこと、勝っても負けても潔く打つこと、トンナン戦3万点持ちの3万点返しです。クイタン形式テンパイありで、泣いた時は肩上がりができません。持ち点が0になったらゲームは終了です。ダブルオンはなく頭跳ねで、連邦やダブル役満、加藤役満はありません。赤ウーピンが2枚入っています。
常時ドラ扱いです。流し漫画は流局時に成立します。同順内の食い替えはできません。捨て牌の背が川に触れたら戻すことはできません。トン2局は薬牌の白をポンして両面両面のイーシャンテンです。10巡目に下茶がリーチをかけてイースーピー待ちのアリャンメンでメンチンを積もリーズもメンチンで4000、8000の上がりです。トーン3曲なんちゃドラは何になります。ジャンキ流のルール説明の続きです。リーチ後の見逃し振り点リーチをすることができます。ただし両方とも意味がある場合です。続行不可能な東牌三茶法複数人による数冠4人リーチは流局です。親は天牌知れば連チャンです。見せ牌は見せてしまった色では出上がりすることができません。自牌を見せてしまった場合は現物のみ出上がりできません。腰を使った色では出上がりすることができません。自牌で腰を使ってしまった場合は自牌すべてで出上がりができません。冠はリーチを伴った暗冠しかできません。リーチ後は天牌系の変わる冠やメンツ構成の変わる冠はできません。リーチ後に冠できる牌を切ってしまった場合はツモ縛りになります。役満は展望が大きく偏り試合を壊してしまいますので簡単に上がらないようにします。第3弦大数シーは2風炉から、珍狼刀竜威層は3風炉から、囲碁の打牌に制約が入ります。3万点より浮いた展望は卓上に載せます。連チャンはチップで表示します。獣優馬は1人浮きの A トップがプラス3万点、2人浮きの B トップがプラス1万5000点、プラス5000点、3人浮きの C トップがプラス7000点、プラス2000点、プラス1000点。何2局以降は他の人の A トップの状態を作らないよう、上がり方や手の進み方に制約が入る場合があります。ペナルティの説明です。ペナルティは上がり放棄の脳天扱いで、ドラ以外はつもぎりになります。半チャンで一度でもペナルティをすると、試合放棄をしなければいけません。その試合でトップを狙ってはいけないという決まりがあります。チョンボした人間はそのゲームでは他の人に迷惑をかけないように静かにしている必要があります。第1打での自牌切りは W を除いて禁止です。三元牌はもちろんですが、自分にとってはいらない風牌でもターチャーにとっては厄牌です。ダブリーでも愚形のダブリーのみで手代わりのある場合だとペナルティになることがあります。そのため安易な自牌切りは場が荒れるとの見方から自牌は慎重に扱います。第2打以降も心がけます。脳天時のドラ切りは禁止です。ドラは天牌以外では切ってはいけません。天牌前にドラを切った場合はペナルティで、その後はつもぎりになります。例外として薬満の可能性がある仕掛けに対して制約の牌を持ってきた場合のみ手牌との入れ替えが許されます。モロ引っ掛けリーチは禁止です。通常の雀荘でも一昔前はメンバーにモロ引っ掛けの制約を設けている雀荘がありました。ジャンキ流ではルール上禁止です。相手を落とし入れるという考え方で汚い町とされています。積もりに行くジャンキ流の麻雀とは反します。現在ではモロ引っ掛けは汚いという考え方はほとんどなくなっていて、メンバーも平等に打つお店が増えています。クレームを入れないように皆さんは注意してください。裸短期は基本的に禁止で、珍狼刀や通位層など薬満の場合を除いて認められていません。ジャンキ流ではロンよりツモで上がるのを目指します。他力ではなく自分の力で上がることが重要という考えから、できる限りツモを目指します。第1打での自牌切りは禁止や、脳天時のドラ切りは禁止が特に有名かと思いますが、薬牌やドラを泣かれて上がられるのは自分勝手でターチャの迷惑で場が荒れるという考え方によるものです。ジャンキ流には打牌速度に制約があって2秒以内に切ります。打牌が非常に速いのがジャンキ流麻雀の特徴の一つです。麻雀は考えるのではなく感じろというのが桜井さんの教えです。直感を磨くために早く切るのだそうです。トン3局は終盤の下茶のリーチに対して押して、薬牌本一赤の満貫を天牌、トイメンが切った両ピンにロンの声が重なります。頭跳ねで上がることができました。8000点の上がりです。トンラス親番中ドラはパーマンになります。浮いている展望を卓の右端に置いて見やすいように両替をしてもらいました。点数による状況判断が大事で、一人浮きの A トップが大きくなっています。 A トップを助けるような意味のない上がりはペナルティとなります。段2局以降は打点や上がり押し引きに制約が入り、ゲームの展開スピードが速い中で状況を把握するのは非常に難しかったです。ジャンキ流で長考は現金になっています。長考は考えているのではなくて迷っているだけで、他者を待たせるのは失礼なことになります。桜井さんによれば待ち合わせと同じで待たせるのは良くないことと例えられます。またリズムの面や感性で考える麻雀から
逸脱し感じる麻雀に移行することも重要視されています。ジャンキ界では半チャン20分以内を目指すそうで、ジャンキ流のトップクラスの方たちの麻雀は15分ほどで終わる場合もあります。当時の近代麻雀にはジャンキ流の対局の DVD がついていて、四天王が15分で打ち切っている映像を見た時は衝撃が走りました。ジャンキ流が全盛期の頃は近代麻雀に毎回特集が載っていて、僕も一時期影響を受けていました。僕が学生の時はパソコンを持っていなくて、スマートフォンも普及していなく、パケ放題のプランすら知りませんでした。周りの友人たちが PHS から携帯に変え始めた頃です。麻雀の情報を収集するといったらもっぱら近代麻雀で、毎回の発売を楽しみにしていました。僕の麻雀に対する考えというのはニュートラルです。いろんな雀荘に行ったり、戦術本を読み漁ったり、少しずつネットを活用するようになって考えは柔軟になりました。ジャンキ流の影響を受けたことはあったものの、スタンダードな麻雀を自分では打っているつもりです。日本プロ麻雀連盟の採用試験でジャンキ流張りの大きな声で元気よく発声していたのは今となっては黒歴史です。当時の本部長から指導していただきました。今回僕が麻雀を打っているのはジャンキ流道場のパイの音です。豪にいれば豪に従いの精神で、初のジャンキ流麻雀の適用を試みます。マナーや姿勢についてです。フリーでは井桁を斜めにして前に出すのが一般的ですが、ジャンキ流ではまっすぐ山を前に出します。ハイ山を出すタイミングは親が前に出した後に合わせます。サイコロを振るときは力まずに薬指でそっとサイコロボタンを押します。ハイを川に切るときは速やかに切って手を引きます。ハイは1回のアクションで切ります。この時川に並んでる捨てハイの隣に切ってはいけません。動作者への見やすさが優先です。切った後に押したり触れたり斜めにしてはいけません。切ったらまっすぐ手を引きます。脇は締めて、山を積もってくるときは無駄なモーションをなくし最短でハイを持ってきます。打牌の制限時間は2秒以内です。動作は川に切る、下茶が積もる、川を直すという順番です。卓に手を乗せるときは軽く拳を握ります。待ち番中に指を伸ばして力んでいる状態になってはいけません。正しいフォームが身についていなくて何度も指導していただきました。発声にはデスをつけます。流局したときは親から順番に天敗か脳天を宣言します。当時 DVD でジャンキ流の対局を見たときは挨拶や発声に気合が入っていたのですが、僕が実際に打ちに行ったときは元気のいい挨拶ではありますが、そこまで大きな声ではありませんでした。トンラスは神茶がリーチをかけて6球ピン待ちの両面天敗で9ピンを積も、リーズもドライチで1000、2000の上がりです。半チャン開始から約12分でトンバが終了しました。僕が新宿のトンプー戦で働いていた時は全自動ハイパイタクのアルティマを使用してトンプー戦1回15分から20分ほどかかっていました。山が17トン出てきてハイを自分で取り出す全自動タクでの12分は僕もあまり経験したことのないスピードです。何一局でペーチャドラが白になります。僕は 38,200 点持ちの2着目で、トップが下茶 45,400 点持ち、トイメンが 7,800 点、上茶が3万点持ちです。3人浮きの状態です。トップの逆転を狙い、余裕があればオーラスの親で1人浮きの A トップも視野に入れたいところです。逆にここで親が4000オールなどを上がった場合は A トップを取られないように、残りの局は相手の攻撃に対して守備的な打ち回しをすることになります。僕の麻雀の戦略を話します。手牌の進行は基本的に面前でのリーチを目指します。麻雀で最も強い役はリーチです。麻雀は中国由来のゲームですが、日本式の麻雀であるリーチ麻雀は本場中国の麻雀とは異なるルールです。リーチというのは日本式の麻雀の最大の特徴であるためにリーチ麻雀という名が付きました。リーチ麻雀とゲームの名前にまでになっているこの役を有効に使わない手はありません。リーチは面前で天牌をしてリーチと宣言することによって成立する一範役です。リーチが成立したら場に先天棒を出します。リーチのメリットは他の役が成立していなくてもリーチという役がつくので上がることができるようになります。リーチをかけて一巡家に上がった場合には一発といういい範役が成立し、裏ドラの権利もあります。天牌していることを周知するため、対戦相手はそれを踏まえて打牌をすることが多くなり、相手の上がり率や天牌率を下げることができます。9巡目にリャンピンがアンコになって高め3アンコの変則2面ちゃんの天牌です。ウーマンスーマンかスーピー3ピンかの選択で、少しでも端に寄っているスーピー3ピン待ちを選択しました。スーピンの出上がりで6400点のリーチです。麻雀はリーチをかけたら仕事は終わりです。かけないよりはかけた方が良くなります。
一発裏取らない麻雀だとリーチ判断は微妙になるのですが、それでも僕はたくさんのリーチをかきました。最初はなかなかこの考え方が理解してもらえませんでした。リーチをかけてその結果によっては反省はしません。考えるのはリーチ判断が正しかったかどうか、あとはゲーム中に考えることではありません。リーチ後に放銃してしまったらそれは天命だと思っています。リーチをかけた後にトップ目の下茶が何をポンして前に出てきます。トイメンが切ったイーピンを上茶がポン。リーチ後に赤ウーピンをつもぎると上茶から2風呂目が入ってピンズの本一の可能性が高そうです。ドラの白がまだ見えていません。リーチ後には技術介入の余地がほとんどなくなるので、あとはミスをしないようにするだけです。このリーチは数巡後に高めの数ピンを積も2000、4000の上がりとなりました。続いて何2局になります。マンガンを積もってトップになりました。46,200点持ちです。下茶が41,400点、トイメンが5,800点、上茶が28,000点です。先ほどの続きでリーチのデメリットの話をします。テンパイしていることを周知するため対戦相手の打牌が慎重になり上がりの可能性がやや低くなります。ダマテンの場合なら容易に上がることができていたはずが、リーチをしたことによって上がりを逃すケースもよくあります。打牌の選択ができなくなるため高い手役を作ったり上がりやすい街に変えたりする機会がなくなります。危険牌でも捨てなければならず降りることができないため放銃の危険性が高まります。供託した先点は自分が上がれなかった場合には戻ってこないため終盤なので順位争いに影響を及ぼすことがあります。メリットとデメリットを聞くと半々なような気もしますが、麻雀はほとんどの場合はリーチが優位になります。先制リーチは張った形が最終形と覚えておけば大きな間違いにはなりません。よくある勘違いがリーチをかけた場合の上がり率です。リーチでテンパイを宣言したからといって上がり率が半分以下になったりするわけではありません。中盤の先制2面リーチの場合だと上がり率は約 60%、ダマにすると 10% ほど上がり率が高くなります。麻雀の点数計算の仕組みはマンガンまでは倍々方式で半数が増えることに約2倍になります。30分の場合はイーハン1000点、リャンハンは2000点、サンハンは3900点、ヨンハンで8000点です。先制ニャンメイをダマにすることによって 10% ほど上がり率を高めるよりもリーチをかけてテンパイを宣言し打点を効率よくアップさせた方が成績は良くなります。点数計算の仕組みとダマとリーチの上がり率の差がほとんどリーチをかけた方がよくやっている根拠です。例外として跳ね満以上の高い手の場合はダマにするケースが増えます。リーチが非常に強い役なので手牌の進行は自然に進めます。何を切るかの選択は消去法になります。条件や手役の可能性がない限りメンツや多発は選ばずに不要牌同士の比較で切ります。何二局は下茶がリーチをかけて上茶がリャンピンを勝負すると一発で放銃、ピンズが13456のドラを使った連続系の完リャンピン、リーチ一発赤ドラで8000点の上がりです。何三局ドラはチーマン、下茶のマンガンの上がりによってトップを逆転されてしまいました。46,200点持ちの2着目でトップが下茶49,400点、トイメンが5,800点、上茶が2万点持ちです。2着目の僕が46,200点持ちなので A トップは難しい状況です。ある程度のリスクを取ることは許され、逆転のチャンスがあるときはきっちり狙いたいところです。手牌の進め方としては序盤は受け入れが優先で、両系の多発が揃っている場合はいい街になる変化が望めないので余剰牌は安全度の高い方を残します。テンパイは基本的に即リーチです。泣きに関してもまた今度じっくり解説させていただきたいと思います。僕が今回打っているのはジャンキー流なので制約や条件があって第一打に自牌を切れないこともあり、ひとひねり工夫を加える必要がありました。手牌は赤ウーピンとドラのチーマンがあってメンツができています。総図が557の形で6のカンちゃんが埋まると567の3色のテンパイです。4巡目にローソーを積もってダマテンを選択しました。3色が完成しています。9万とトンのシャボマチは町として非常に優秀で、先制リーチの場合は2面に匹敵する上がり率になります。局中市は序盤中盤ならリーチをかけた方が高くなりますが、今回は南三局の46,200点持ちでマンガンを上がるとトップの下茶に対して4000点以上リードをすることができます。オーラスの脳天マップで着順が変わるかどうかはその局の方針に大きく関わります。脳天マップで変わらない状況なら相手のリーチや
仕掛けに対して余裕を持って降りることができますが、脳天で伏せることができない状況だと終盤でも押すことになります。この手は9巡目に親の亀茶が切った飛んでの上がり3色赤ドラで8000点です。今この局面を見返しながら話しているのですが、打っているのがジャンキー流と考えた場合はリーチをかけた方が男の麻雀だったような気もします。ジャンソーで同点の場合はチーチャに近い順番で順位が決まります。今回はペーチャなので2着と4100点以上の点差があるかどうかでトップの維持率が大きく変わります。また麻雀の点数は高くなればなるほど上昇する幅が小さくなります。マンガンが確定していてダマに対して止めるのが極めて難しい待ちです。もしもトップ目からの出馬さえになればこのハンチャンの1着を決定付ける上がり手になるので今回はダマを選択しました。ハンチャン開始から約20分でオーラスを迎えます。5万4200点持ちで2着目との点差は4800点です。オーラスは親番でドラはトン、ピンズが連続系で2目つできている軽い手牌です。ソーズのカンちゃんが埋まれば瞬つてでピンフがつきます。ピンズの連続系が上に伸びて三面ちゃんの形になります。カンちゃんとシャボの三面ちゃんのいいシャンテンです。三蔵を積もった場合はリャンウパーピンのピンフテンパイでダマを選択します。数層かパーソーがアンコになった場合は役なしの三面ちゃんでリーチに踏み切ります。ピンズの三面ちゃんが先に入った場合は難しい判断です。リャンズを切ってシャボに受けるとウーソーとチーソーでリャン面に変わり、ツも数万でタンヤオに変化します。赤のあるフリージャンソーならリーチが優位になりそうです。パーソがアンコになってリーチをかけます。リャンウパーピンの三面ちゃん、オーラスのトップ目ですが役なしで間違いいのでリーチをかけて上がりきることを目指します。山に手を伸ばすとパーピンで一発ツモ、4000オールです。裏ドラはウーピンでリーチ一発スも赤裏で4000オールの上がりです。時間制限の22分で打ち切ることができ、このハンチャンは運よくトップを取ることができました。普段のフリーではなかなか味わえない緊張感があり、店内には心地よく乾いたパイの音が響き渡っていました。撮影許可をいただき親切にジャンキー流のルールを教えてくださったスタッフの方、麻雀に付き合ってくださった同情生の方、対戦ありがとうございました。今回の遠征が終わりまして東京から帰ってきたんですけど、仙台駅前は雪です。こっちに来る前に冬タイヤに履き替えておいてよかったですね。タイヤがなくてスタッドレス購入したばっかだったんですけど、駐車場に車止めたので気をつけて帰りたいと思います。